サンマルタンバルムルーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ー圏、県、カンタル県のコミューン。サンマルタンバルムルーは、マロンの谷の中にあるコミューンである。谷はマリー山の西側6にあり、東西に向けて開いている。火山性の堆積物によって刻まれた谷である。火山採雪岩が、サレール周囲の大地上で見られるように、時として、特定の玄武岩の表面を削ったのである。 サンマルタンバルムルーの家屋は、玄武岩で建てられ、スレート屋根が吹かれている。マロンヌダには、大半が草原で覆われ、そこでは赤い角を持つ有名なサレール種の牛が草を、はんでいる。村の南側にあるオズラルの森のように、急な斜面に森林が張り付いている。サンマルタンバルムルーは、南のオーリアックと、北のモーリアックとを結ぶ、県道十八号線、西のサントラリーと、 東の本丹樹島を結ぶ県道37号線の交差点にあたる。ナポレオンの土地台帳で示されているように村はマロンルーガンに位置し20世紀初頭から橋の対岸へ面積を拡張していった。参照元1999年までイヘス2004年以降は NSEE。ありがとうございます。